こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。最近のちょっと近況についていろいろお話ししたいと思います。義理のおばのお母さんの家を処分した時に、おじがトランクルームを借りて、そこに入っていた着物をちょっと、譲り受けてきたっていうか、お友達 などで見て、ちょっと欲しい方がいたら差し上げようと思って、とにかくトランクルームをずっと借りてるのはもったいないと思ったので、おじに言って、じゃあ私がとにかく持って行ってみんなで見るからということで引き受けてきました。おばが老人ホームに入ってしまったし、おじもおばのお母さんの荷物なんですよね。だからはっきり言って、そんなにおじが女性物の着物を着るわけではないし、処分にすごく困ったんだと思うんですね。なので私はちょっと着物を着たりすることもあるので、じゃあ見せてもらおうと思って、おじからまず電話がかかってきたのが始まりだったんですけど、着物を預かってきました。それで、家の中でちょっと広げたりして、何しろ、湿気臭かったので、広げて、風通しよくして、そしてお友達と着物を見ようと思っています。家の中で広げてみたら、やっぱりすごく湿気臭かったので、扇風機を回して窓を開けて、晴れてる日にとにかくどんどん広げて乾かして、その湿気臭さをとにかく取ろうと思って、ここ数日リビングはものすごい着物だらけにして、それでこう風通しを良くしてという状態を続けていました。すごく高級な着物も多いと思うのでね。でも今着物を買い取りに出したって、そんな大した金額にもならないと思うんだけれど、そもそもおじがトランクルームをずっと借り続けていることと書いて、それがもったいないなとひどく思ったので、私が片付けてあげると言いました。おじも高齢だし、だんだんこういうことはなんか体力も必要なんですよね。なので、重いし、それで重いんだっていう話を、知り合いの着物に詳しい方に聞いたら、良い着物は重いのよって言われました。いや、本当に重かったです。何しろ大量で、今度また、それがトランクルームが2つも借りてあって、それでおじが残りの着物を全部赤棒で、私の家にまた運んできてくれることになって、とにかくおじの代わりに整理整頓というか、最終的にはリサイクルショップとか買取業者に持って行ってもらうんですけど、お友達で着れる方がいたら着てもらおうと思って、何しろまずこの湿気臭さを取るのが大変で、家の中で着物を広げて、そんなことをずっとここ、1週間2週間続けていました。私の車が壊れて、これは主人の車をちょっと借りて荷物を積んできたんですね、東京から。それで、車も購入して、ようやく3日の日に届きました。また車の紹介もするかもしれませんけど、とにかくこれはそのおじの家からトランクルームから持ってきた荷物を家に運び込んでいる動画です。とりあえず車に積んできました。これを下ろしました。銀座のいちご屋さんの極福ばっかりですね。これがまだあと2倍ぐらいあったように思います。なのでこれをちょっと、やっぱりね、少しこうカビ臭い匂いとかもしてるし、これをちょっと2階で広げてきちっと整えて、ちょっと、私も帯とかだったら、
使わせてもらえるかもしれないし、まあ、ちょっととにかく一回全部広げてみたいと思います。東京、北海道、東京、山梨、東京みたいな感じで、もうずっと週末忙しくしています。なので、まあ、週末すごく忙しかったので、なんか落ち着いて家のこととか動画を撮るとか実はあまりできていません。なのでこれからはまた少し自分のペースに戻して落ち着いた生活を送りたいなっていうふうに、まあ、思っているところです。で、忙しくしてたら見せ早が満開になっちゃって、それで動画を撮ってたんですけど上げられなかったので慌てて上げます。少し紅葉もしてピンクの花が満開でとっても可愛くなりました。ガーデニングもしたくてしたくて、7日の日にパンジー、ビオラ、アリッサム、ハボタン、そんなものを買ってきたりして寄せ植えにしたので、また皆さんに見ていただきたいなと思っています。まあ、まずその前にもう夏のお花を抜いたりという処分して、ゴミ袋5袋分ぐらいお花を処分しました。おじも、まあ、もう高齢にもなっているし、で私もいろいろ考えて、でおじのそのトランクルームの荷物をとりあえず全部私の家に持ってきて、そしてほとんどが着物なので、それをこうちょっと虫干ししたりして整理をして、そしてその私の知り合いの方で着物のリサイクルショップをやってる方もいらっしゃるので、なんかそちらの方に送るとか、なんか手配をしたり、あとお茶仲間とちょっと見て、で欲しいものはこう選ぶとか、やっぱ着物が好きな仲間がいたら、まあ、そういう方とちょっと着物を見たりとかっていう会を、まあ、うちでやったり、そのお茶仲間のところに持って行ったりして、その着物を少しずつ整理して片付けていこうかなと思っています。ご存知かどうか分かりませんけど、私は168センチの身長があって、そのおばさんのお母様っていうのはとても背の低い方だったので、とても私が着れるような着物のサイズではないとは思うんですけど、とりあえずそのもったいないというか、ちょっとそのままずっとトランクルームに入れておいても、トランクルーム2つの家賃がすごく発生してしまって、おじも絶対にはもったいないと思ったので、私が何しろそれを整理することにしました。自分で管理できる荷物の量って人間は1人150個ぐらいなんだそうですね。でそれを超えるともう忘れてしまったり、持ってることも忘れたり、どこにしまったかも忘れたりとか、そういうことはになっていくそうなので、まあなんかちょっと私もうすごく考えさせられた荷物の量でした。まあそれはまあちょっと最近の、まあ、とにかくちょっと忙しかったんです。でそれで、まあ、北海道の動画を編集することで、本当にここ1週間とか動画更新をずっと続けられていることは本当に本当に良かったなと思っています。そしてまた佐々木宏之さんとのコラボ動画がもう素晴らしかったので、楽しかったし、なんか息が合ってて私も見てても良い動画が撮れたなっていうふうに思えたので、いや本当に良かったです。でまあその北海道は楽しかった旅だったんですけど、まあちょっと太極拳のことですけど、またこれからどんどんちょっと一緒にとりあえず動こう動画をが中断しているのも申し訳ないんですけど、それをとにかく早く終わらせて、そして、クワの緩みっていうことについてまたテーマを設けて、指導動画を出していきたいなと思っていて、なんかちょっとまたそんな動画も撮っていきたいなっていうふうに思っています。で一番でももしかしたらその太極拳動画が
皆さんが見たい動画になっているのかなとは思ってるんですけど、でも同級生とか太極拳をやっていない仲間もすごくこの動画も見てくれていたりするの で、私のガーデニング動画がすごく好きだって言ってくださっている方もいらっしゃるので、まあ、相変わらずカサライフチャンネルということで、私の生活全般のいろいろなことをお伝えしていこうと思っています。ガーデニングなんですけど、私その忙しかったすぎて、うちの植物たちの世話が水やりぐらいしかできなかったのがもうすごく残念すぎて、その間に同級生が来たので、それもガーデニング好きっていう方が来たのですごい残念だったんですけど、まあ、今回またちょっと、時間を作っては、パンジーとかビオラとかアリッサム、庭にはスーパーアリッサムは挿し木したのが増えてすごい綺麗に今も咲いてるんですけどとか、あと冬に家に入れる植物の準備をして、どんどんちょっと家に取り込んでいかなきゃいけないので、まあ、いくつか取り込んでるんですけど、そういうこととかまたお伝えできたらいいなっていうふうに思っています。生徒さんに食用菊をいただいたので、これをさっと茹でます。今ここをつまんでくるっと回すと、こうやって花びらだけになるので、これを茹でます。お湯が沸いたら、さっと入れるんですけど、ちょっとお酢を入れるといいそうです。なので、お酢を入れて、沸騰したらお酢をちょっと垂らして、そこにこの菊を入れて、さっと湯がいて、酢の物とか、春菊が一番合うみたいですけど、今日はうちに春菊がないので、きゅうり、もみ、に入れて甘酢で食べたいと思います。くるっと、あ、すごい菊のいい匂いがします。これはさっと茹でて、そしてちょっとラップで小分けにして、私は一部冷凍したいと思います。お客さんが来た時にちょっと和え物にちょっと和えたい。で、その今日くださった方が言うには、カニは実際のカニ缶とかだとすごいちょっとしつこいので、菊の味が薄れてしまうから、カニかまぼこなんかの方が向いてるねっておっしゃってました。なるほど、そういうことらしいです。ちょっと菊の花を摘んで、前、そう、なんか料理を習っていた時があって、その時に一回ぐらいなんか作った覚えがあるんだけど、もう忘れちゃって、すごい久しぶりの食用菊ですね。お庭で育ててるんだそうです。まあ、秋の味ですね。それで普通の菊よりも早いですね、花が咲くのが。ちょっと水で洗おうかな。はい。ちょっとさっと洗って、なんかこう黒いのがある。なんだろう。虫みたい。菊の花の中に虫がいたな。大丈夫だ、これでよかった。でお湯が沸いたら茹でます。さあ入れます。
んか浮いちゃって浸からない感じ。サッとでいいっては聞いてるけど浮いちゃってるからいいかな。こんな感じでよしにしました。どうか、これ水かけていいか、ちょっと軽く水かけちゃおう。はい、すごい綺麗な色です。なんかちょっと塩で揉んでます。なんかいただいたきゅうりで種がちょっと大きいけど、まあ、ちょっと気にせずしっかり揉んで水を絞って、このぐらいかな。わあ、綺麗な和え物になる。もうちょっと入れようか。ああ、なんかわかめも入れようかと思ったけど、これでいい感じですね。これでお酢を入れます。甘酢かけて和えます。これいい感じですね。こんな一品にしました。美味しそう。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。